2019オートバックスーパー GT 第4戦チャンスーパー GT レース予選です。スバル BRZ の前にいるんですけれども、あのミッションのギアの入れ替えをしているということで、ちょっと今スタートが遅れているんですよね。スバル出ていく、出ましたね。間に合った、これはチームスタッフの拍手ですね。さあ、あとは温まりが間に合うかどうか。そうですね。まあ、チームも本当頑張ってくれて間に合って、なんとかこう Q2 の山田選手につなぎたいなっていう思いがものすごい強くあったんで、まあタイム的にちょっと微妙な感じでしたけど、まあつなげたんでちょっとほっとしたかなっていう感じです。はい。まあ、まずはなんといってもスバル BRZ、 よくぞ直して Q1 走る、そして間に合ってタイム出すところまで来ました。グッドジョブな Q1 でしたのでね、はい、チームの流れ的にはすごくいいと思うので、今回そのダンロップさんが用意してくれて、こっちを使用した方がいいって持ってきてくれたタイヤははまってるので、はい、ただそれ以上に、まあ、バランスであったりまだ足りてないっていうところが、まあ、正直なところであって、持ってきたものに対しては正解だったなと思います。シーズンちょうど中盤ですので、すごく大事なレースなので必ずポイント持って帰りたいと思います。Q2 で少しまあ、サスペンションの仕様をちょっと変えたんですね。でそれはまあ決して悪い方向に行ってるとは思えないんですけど、やっぱり乗りにくいところが結構あって、で思ったようなタイムアップにはちょっとつなげられなかったかなというところがあって、もう少しドライバーがちゃんと乗れるような車を作ってあげないとっていうのがちょっと反省ですね。はい。まあ、1台でも追い上げて皆さんにいいパフォーマンスを見せられるようにしたいなというふうに思っています。声援よろしくお願いします。